今治市菊間小学校。この日、この小学校で全校児童を対象とした避難訓練が行われていました。これは緊急地震速報の訓練です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。避難態勢を取ってください。緊急地震速報。休み時間に地震が発生したという設定で、子どもたちはすぐに自分の身を守る体制を取ります。教室にいる人はすぐに机の下に潜りなさい。教室以外にいる人は落ちてくるもの、倒れてくるもの、移動してくるものに気をつけて頭を守り座りなさい。リアルな効果音も用意されていました。揺れが収まりました。今から周囲の安全を確かめて落ち着いてプール前に避難します。先生の指示に従って整然と、しかも素早く校庭へと避難していく子どもたち。これほどリアルな訓練を行う学校の狙いはどこにあるのでしょうか。子どもたち自身に防災、自分自身の命を守るための方法、そういう力をですね、育てていきたい。それができた上で周りの人への共助というのができるような子が育ってくれるといいなと思っています。この防災番組も今回で3回目となりましたが、はい、そうですね、子ども向けが今回2回目ということですね、はいはい、今回は市内の小中学校での取り組みを見ていくんですね、はい、防災訓練の様子をですね、はい、実際に映像に撮ってきました、はいはい、これ菊間小学校さっき見たんですけど、はい、想定も子どもたちバラバラなところにいましたね。そうですね、今まではですね、はい、授業中を想定して、皆さん同じように机の下に潜るという想定だったんですけど、はい、今回は廊下で遊んでいる子もいますし、グラウンドでいる子もいる、また教室に残っている子もいるということでですね、実際に、その考えられる場面を想定してですね、非常に真剣味のある訓練になってました。そしてこれ菊間小学校ではこういった訓練の形でしたけど、はい、市内の小学中学校いろいろ場所は違うと思うんですが、そうですね、津波のこと、町の中であれば大火災のこと、島嶼部であれば交通網が遮断されて孤立する可能性もあります、うん、山間部であれば土砂崩れの可能性もあります。それぞれの学校の特色によってですね、違う訓練をしていかなければいけないのかなというふうに思います。はい、続いては上浦中学校。はい、次はですね、島嶼部にあります上浦中学校、この訓練の様子を見ていただきましょう。今治市大三島の上浦中学校、訓練は授業開始から3分後、地震発生の校内放送からスタートしました。訓練、地震が発生しました。各自安全を確保しなさい。生徒たちは先生の指示で一斉に身を守る体勢を取ります。はい、揺れが収まったとしましょう。はい、では避難します。今大津波警報も出ました。ここでは危ないのでより安全な場所に移動します。今日は保育所の人とも一緒に逃げますから一旦合流します。今度は津波に備えて学校からさらに高台へと避難開始。まずすぐ近くにある上浦保育所で園児たちと合流します。保育所の子どものスピード考えて安全をしっかり意識してあげてください、はい、じゃあ移動します。はい、OK です、はい、どうぞ。はい、OKOKOK。上浦中学校の生徒が保育園児と一緒に防災訓練を行うのは初めてのことです。やっぱり保育所の子と一緒にこう歩調を合わすということで、表情なんかもちょっと緊張感もあるような感じがしますね。はい、
いい形でこの訓練が子どもたちの中に芽生えてくれたと、そんな感じがします。海から離れた安全な場所を目指して緩やかな上りの避難路を歩いて行きます。歩くのしんどくない？大丈夫？歩ける？でもやはり幼い園児には長い道のりを歩くのは大変です。ずり落ちそう。彼は大丈夫ね。乗ってる人のことを思ってやめる。この日は担架で怪我人を運ぶ訓練、車椅子を押していく訓練も行われました。そしてようやく目的地に到着です。はい、それぞれ学年また確認して。生徒数43名、1人欠席、全員集まっております。はい、大丈夫ですね。はい、はい、お疲れ様でした。10分程度の距離って先生らは思ってました。でも今日保育所の子たちと一緒に歩いたら23分ほどかかってます。少し時間的な違いがあったけど、いろんなことが学べたかなとは正直思います。で、もう一番なのは実際に行動ができたこと、したこと、これが一番の収穫だと思います。あとしてみて分かったことから次へと生かすことを見つけて、また訓練を重ねて、万が一の時に大事な大事な命が失わなくて済むように、そして中学生は助ける立場として行動ができたらいいなと思いました。上浦中学校での訓練を見ましたが、はい、すごいでしょ。すごいですね、はい、中学生になると、はい、また小学生とは少し違った役割というか、私は今回行ってですね、非常に中学生をですね頼もしく思いました。そうですね、はい、画像で見ていただいたようにですね、すぐ前に保育所がありまして、うん、保育所の子どもたちを中学校のお兄ちゃんお姉ちゃんがですね手を引いたり、うん、おぶったり、またまだ歩けない子どももいますんでね、そうですね、その子たちをこの大きな乳母車に乗せて、押していくと、うん、そういうことをですねもうできる年頃なんですね。まあ、実際にやらなきゃいけないんですけどもね、うんうん、当然救助が来ないというのを大前提でやっておりますから、ここで一番問題になったというかですね、やってみてよかったというのはですね、当初、学校の方で10分少々で高台まで避難できるだろうというふうに見積もりをしましてね、はい、やってみたんですが、実際のところはそれよりもうんと時間がかかりました。あ、そうなんですか。はい、これはですね、訓練が失敗ではなくて非常に良かったんですね。良かったのか。はい、こういうことがはっきり分かったので、今度からはこのぐらいかかるなと、その時間をいかに短縮していくかという訓練を、次の訓練の時にやればいいということですから、そうですね、はい、防災訓練はですね失敗して成功です、うん、失敗して成功。はい、そうです。なるほど、はい、よく、はい、ただいまより防災訓練午後の部を始めます。今年2月の少年式の日、菊間中学校では午前中の少年式に続いて午後からは防災訓練が行われました。通常行われている避難訓練ではなく、この日2年生の生徒たちが取り組んだのは人を助けるための訓練でした。災害時、怪我をした人を運ぶためにあり合わせのもので簡易の担架を作る方法を学ぶ生徒たち。その作った担架で実際に人を運ぶ訓練、さらに瓦礫の下敷きになった人を救い出す方法など、大人の防災訓練顔負けの内容が続きます。またこの日の訓練の中には、地震が起こった後の避難先で自分たちで生き延びるためのスキルを学ぶ内容も盛り込まれていました。断水時に便利な簡易トイレの作り方、汚れた水の中でもビニール袋でお米が炊ける方法、
いざという時のために知っておくべきことをいくつも学んだのです。少年式を今日迎えて、今までは助けてもらう側って思ってたけど、もう自分は助ける側になったっていうことが一番心に残ってます。はい、菊間中学校の訓練は少年式に合わせて、はい、そうですね、今年の2月にありました少年式に合わせて、はい、訓練を実施しました。まあ、防災をやってみたいと子どもたちの中から声が上がってきましてですね。ですからああやって子どもたちはやらされてる感がなくて、非常に積極的に、自分たちが動いてるわけですよね。もう大人も顔負けというか、そうですね、教えてもらわなきゃいけないですよ、カレタさんは。本当ですね、はい、私もそこに参加しないといけないような、ね、本格的な訓練でした、はい、そうですね、どん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 ですね、最近はああいう訓練に、移行しているというか変わってきているというかね、子どもたちがそういう意識を持ってくれているというのが一番嬉しいところですね。そうですね、はい、じゃあ続いてまたこの後見ていただくのは立花小学校、はい、そうですね、これももう一つ奥の深い訓練ですね。じゃあ見てもらいましょう。昨年9月に立花小学校で行われた防災キャンプは、これまで行われてきた防災訓練とはかなり違った形のものでした。小学校の体育館を避難所に見立てて、小学生とその家族が2泊3日の泊まり込みで避難所生活を体験しながら、さまざまな防災減災のノウハウや避難所生活に必要なスキルを学んでいこうというものです。電気も水道も止まっている中で生活するということ、狭い避難所の中で譲り合いながら暮らすということ、子どもたちはもちろんお父さんお母さんにとってもほとんどが初めての体験です。この防災キャンプでは防災減災につながるさまざまなことも学びました。学校周辺の通学路なども見て回り、地震などの際に危険と考えられる場所を地図に書き込んでいく学習、また台風や集中豪雨などの災害に対処する方法など、いざという時に危険から身を守りながら、さらに周囲の人を助けるための知識なども学びました。こうして参加した人たちは次第に防災という共通の目的のもとで心を一つにしていったのです。近所づくり合いですかね、まあ、そういった部分でコミュニケーションがちゃんと取れていれば、まあ、ストレスをためることなく、まあ、避難所生活が過ごせるんじゃないかなっていうのをちょやっぱ一番勉強になりましたね。立花小学校は防災キャンプでしたね、はい、なんと2泊3日です。長いですね。長いですね。1日目は子どもたちキャー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 喜んでですね、ワイワイやってたんですけど、はい、2日目はやはりちょっと疲れたのか、ちょっと元気がなかったんですけどもね、まあ、いろんな経験ができました、はい、まあ、一番、子どもたちが心に残ったのはこういう不便なところで、1週間または1ヶ月2ヶ月と住むようになるんだよというのをですね、身をもって体験したんですよね。学校はね、子どもたちが長くいる場所ですけど、そうですね、はい、子どもたちに今教えたいのはですね、当然、1日の大半学校でいますけども、通学の途中、またはお家で一人で留守番してるときですね、または公園で遊んでるとき、はい、地震はいつ来るか分かりません。ですから、この後ですね、この番組をですね、もっともっと続けて、そういう時にはどうしたらいいかということをですね、子どもたちに伝えていきたいというふうに思います。そうですね、はい、じゃあ学校だけでなく、はい、地域もお母さんお父さんもみんな一緒になって、そうですね、この番組でまた防災を考えてもらえればと思いますね、はい、そうですね、はい、また次の機会を皆さん楽しみにしておいてください。以上で終わります。